自然に囲まれた生活が大好きです。静かに流れる川、美しい山々が穏やかな気持ちにしてくれます。地元の横浜を離れ、世界の大自然をしばらく旅したことで気づいたように思います。アメリカのモンタナ州、ニュージーランド、オーストラリアの自然にとても感動し、さらに世界に目を向けるようになりました。2015年に北ウェールズに移り住み、貸別荘のビジネスを始めました。自然があふれるベタスイコイドという村に住んでいます。貸別荘の家は一目惚れでした。名前はスーネドゥ、ウェールズ語で水の音という意味です。スーニドゥはスノードニア国立公園の中にあり、毎朝美しい山と緑に覆われた景色、家のすぐ外を流れる川のせせらぎで目覚めることができます。ベタスイコイドでの生活は主にスーニドゥを訪れるお客様のための準備に費やします。息抜きに犬の譲渡、川沿いなどを散歩します。ベタスイコイドからほど近い小さな町コンウィーは私のお気に入りの場所です。コンウィーはウェールズの文化に包まれ、有名なコンウィー城があります。そしてコンウィー城は日本の姫路城と姉妹城です。北ウェールズが大好きな理由は、日本のように豊かな文化や歴史、美しい自然がある一方、すべてが新鮮で毎日発見があるからです。北ウェールズにはすること見ることがたくさんあり、日本人だけでなく世界中の人々にぜひ訪れてほしいと思っています。誰もを魅了する何かがここにはあります。私の貸別荘にもどうぞいらしてください。私の名前はエミコ、北ウェールズ観光局の日本人アンバサダーです。皆さん、北ウェールズの魅力を確かめるためにぜひお越しください。